はい、池田純次です1月22日土曜日月齢第4土曜日の今回のセッションこれの予告ご紹介です今回は iPad だけで本物のアップ AI 人工知能編ということでお届けしますまずちょっとどんなものなのかっていうので,です、ね、先にざっと見ていただきましょうプレイグラウンドを動かしますちょっと動かしましょうかこの左下のその他プレイグラウンドの プラスアップっていうこのテンプレートこれを使っています iPad で本物の人工知能アプリこれタップしますとでアプリ名はこれ何ということでコンテントビューイメージクラフィケーションでその他リソースとしてですね機械学習モデルをすでに3つ入れ込んでありますでどんなものかというものをちょっと見ていただきましょうこの右上これでプレビューですねこれでできます写真簡単に試せるように10枚 コードでいうとこの部分ですけれども10枚すでに写真を入れてありますので、えー、写真をこうやって選ぶことができます、えー、例えばこの写真何が写っているのかというのを見るんですけれども一応アプリの想定としてですね、えー、写っているものはこのビールグラスだというのはこう日本語ではわかるんですけどもこれ英語で何て言うんだろうかということをですね、えー、機械学習モデルを使うということですね例えばこういうものは英語で何て言うのかなというふうに思う スープボール52%スープボールですねまああのこれえー、エビ味噌ラーメンですけれども、まあ、ちょっとそれはさすがにね機械学習モデルもそれ知らないので、まあ、スープボールというふうに答えてますで例えばまあこれですね、えー、シャボン玉バブル 89%, ブル89ということで英語で読み上げてくれると。 いうことですでこれだけですとちょっとあのー、面白くないので写真アルバムっていうところをタップするとデバイスに入っているまあアルバムですねこの中からも選ぶことができるとで例えばまああのー、iCloud 上にですね対比しちゃうことがあるんですけれども例えばこれ、えー、iCloud かなこれ多分あそうですね iCloud から自動的にダウンロードしてきますでこれ英語でってやるとまあこれーを見てたっていうことでしょうね というようよななアプリになりますで、えー、コードをちょっと見てみましょう。はい。えー、っと、コード。はい。コンテントビューがあって、イメージクラフィ,フィケーションがあって、イメージピッカーがあってと。っていうことでなってますけれども、このリソースですね、今回 iPad だけでということで、この機械学習モデルも、こちらの Apple のののモデルのページから、この画像識別ですね。画像識別。これを iPad でダウンロードして直接そのまま iPad で使ってるというそういうあのデモソリューションになります。そしてちょっと戻ってで,すねであのまあ詳細はですねセッション是非ご参加いただきたいと思うんですけれどもこういったことは えー、バージョン3までの SWIFT プレイグラウンドでもできたんです。まあ、もちろんあの直接アプリとして動かすことはできなかったんですけども、コードとしてはできてたんです。で、今回ですね、この機械学習モデル、このリソースをタップすると、このどういった機械学習モデルなのかっていうこともですね、こう、iPad で見られるようになってます。えー、どういったレベルが用意あラベルが用意されてるかとかですね、例えばリスネットだと、こうなってますよとかですね。えー、これが iPad なので、 えー、iPad だけで見られるようになったと、えー、もちろんこれまだあのアプリ作れるようになって、えー、バージョン4初めてのバージョンですので、えー、まだまだ過不足過不足っていうか不足のところはありますけれども、えー、もうすでに日本語化もされてますし、えー、非常にですねこの後期待される、えー、そういう、えー、仕組みっていいますかね SWIFT プレイグラウンドになったなと思いますので是非その可能性も含めて感じていただきたいと思います。えー、例えばあの このプレビューですねこれもコンテントビューだからボディーのところ例えばここスペーサーって入ってますよねここのところをコマンドアウトするとリアルほぼリアルタイムでここ今ちょっと変わったの分かると思いますけどねこのようにプレビューがですねあの Mac の Excode と同じように iPad であっても同じようにリアルタイムで更新されると。 ということですので非常にあのー、楽しめる、えー、そういうふうになりました。えー、1月22日、えー、このセッションを行いますので、えー、ぜひご参加ご視聴くださいませ。以上紹介です。